私は今生きておられる、我が家におられる、すべては主の御手にあり、今日も生きよう、主がおられる。エイメン。今日も生きよう、主がおられる。主を喜ぶことはあなたの力です。主を褒めたたえようとありますけど、やはり主を喜ぶっていうのは歌でも表せますよね。祈りでも、我が魂を主を褒めたたえよう、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよってダビデが歌ってるように、やっぱり褒めたたえたくなりますよね。鳥のさえずり、鳥は褒めたたえてますよね。まあそのように僕は聞こえます。またこのね、自然界の食物もある意味でこの天の下には何事も定まった時期があり、すべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある、そういう言葉はあるけど、自然も営みの中で今日今生きているっていう喜びを、その育んだ実の中で、青々とした葉っぱの中で、実りの中で何か喜びを表しているように僕には見えるんですけど、皆さんどうでしょうかね。今日あなたに送るバイブルからの言葉、詩編の33編の一節、正しい者たちよ、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな者たちにふさわしい。やばいぜベイベー。賛美は心のすぐな者たち、すなわち素直な者たちにふさわしい。素直になること、子供のようにならないと神の国に入れないというような言葉がありますけど、子供って難しく頭で考えるより、蝶々見たら蝶々追っかけね、そして美しいものを見たらうわーっていう、あれ感覚だよね、感性だよね。やっぱり歌いたくなるのも感性だよね。僕がよく言う、天地は神が創造した、その時地は形がなく何もなかった、闇が大水の上にあり、神のスピリット霊がその上を動いていた、神は光をあれと仰せられた、ババババババーン光があった、宇宙ができた、銀河系ができた、惑星ができた、そして地球ができた、海と陸が分かれた、そして地に花が咲き始めた、香りが放たれるようになった、鳥がさえずるようになった、虫の音が聞こえになった、海ができた、海の中にさまざまな種類の魚が生まれた。もうそれ、聖書を読むとそういう感覚的なイメージが出てくると、その万象の星々までもが神の言葉によって作られた。だからこの詩編の33編読んでると、最終的にはなんでこんなに賛美してるのかというと、神の言葉がこの天地万物を創造し、神の恵みは満ちていて、その言葉は鳴り響いていて、神が創造したものからそれが溢れ出てる。やばいぜベイベー、やばいぜベイベーだよね。だからもうこの鳥今賛美してますよ。このメッセージの背後に、あなたのために、聞こえます？トラックの音だけじゃなくて、トラックの音は雑音かもわかんない、でもね、この鳥のさえずりはゴスペルの音色ですよ。朝愛されてるよ、今日見ているこのネットを見ている皆さん、愛されてる、愛されてる、神は愛され、あなたを愛している、ジーゼスはあなたのことは大好きで、ジーゼスはあなたのために十字架にかかったんだよって、なんか言ってるような気がする。俺変かな？でもね、見てください、山々、ダビデは私は山に向かって目を上げる、
私の助けはどこから来るのだろうか。そうだ、私の助けは天と地から、ね、天と地を作った神から来る。皆さん、これ感性ですよね。その背後に神の言葉がこの天地万物万象を創造したんだっていう、その背景があるから、喜び歌え褒めたたえよ、ね、たてごとを持って、ね、主に感謝せよとかね、従言のことを持って、褒め歌を歌えとかね、新しい歌を主に向かって歌えとか、詩篇の33編はそういう表現がなされてますけど、皆さん今日一日パウロが言ってるように、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんな時にも感謝しなさい、これが神様の私たちへの思いですよって。感謝できないから感謝しなさいって、感謝できるから感謝しなさい。感謝できることがあります。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかって真理を磨いてくださって、あなたは許されたとジーザスおっしゃってくださっています。感謝できます。また主を喜べます。この方が今日私たちと共にいます。我が家にいます。また悩みや問題あったらこの方に祈れます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねて祈りなさい。神があなたのことを心配してくれるからです。なんて素晴らしいジーザスでしょうか。今日このジーザスがあなたと共にいることを忘れずに、ぜひこの方と素晴らしい冒険満ちあふれる今日の一日を歩んでください。 Have a good day.